手指 MP 関節のの伸展と屈曲の基本軸は中指骨移動軸はは中骨、骨移動節です。m PIP 関節、p、IP、関節 DIP 関節すべての関節を多動屈曲させて行います手配に垂直方向の抵抗を加えます抵抗にこうして手関節伸展が保持できれば筋力段階4または5と判定します 筋力段階5の判定は、検測との比較で容易に判断することができますルレット知覚系は、障害領域から正常領域に向けて皮膚面上で転がし感じ方が変わるところで応答させるようにします上司全体の障害領域を示しています握力系を被験者に持たせ、せ検査者は不良の落下などに備えて 軽く支え掛け声をかけて測定を始めます被験者の右手を金異枠の中央に置かせ掛け声をかけて測定を開始します